前回、1年間、ガチ育成をしたところをなるべくお送りしましたが、1年間でワンランクアップしているものがちらほらあり、サカツク2000には、他の作品より、結構すぐ成長しやすいんじゃないかなという、感覚でした。今回もさらに育成していこうと思います。やりきれていない練習もまだまだ多いし、キースケンスの育成もこれからで、やることはまだまだ多いです。これはいつものテンプレになりますが、一応練習効果をまとめたものです。プレイスタイル別練習は、いろいろ手広いもので、ポジション適性も育つので、ポジションの得意度が多くなるためには必要な練習法たち。一つのスキルがよく伸びるものが多い、練習法、こちらもこちらで伸びていないものが伸びるので、すごく大事。プレイスキック練習は特に、プレイスタイル別練習では伸びないので、欠かせません。そして全体練習の方は、こちらも結構使える練習が多いのと、フォーメーションと戦術の練習は六角形を大きくするには必要なので、こちらも欠かせないものがちらほらあります。現在育てている選手の能力ですが、外国人3人とエディット選手高杉和也の4人で、高杉はわからないので、3人だけ乗せております。グラーフはほぼ完璧な能力、マルドラドは守備意欲とヘディングが低いけど、それ以外化け物クラス、キースケンスはグラーフほどじゃないですが、すべて高水準です。では、グラーフマルドラドが22歳の年齢へ。キャンプからですが、ここまでポルト留学、キャンプはローテーションでボゴタ、ソフィア、ラゴス、ロサンゼルスにまずは行かせるというスケジュールを組んでおり、今回はラゴスに行かせました。守備意欲が下がりますが、オフェンシブミッドフィルダーらしいスキルとフィジカルが成長してほしいところです。キャンプから帰ってきた後の4人の状態ですが、正直グラーフとマルドラドはわかりません。能力バーだけなら見分けられない状態です。61年目はある程度様子見というか、いろいろ調べる目的もあったので、練習の効果が低いものも目をつぶってやっていましたが、能力が低いものをそろそろ優先したいところ。じゃあ、どの練習をするか、フィジカル練習、プレイスキック練習は特に必要だろうという感じの印象を受けていたので、なるべくそういうのは増やしたい。一方、キースケンスは、全部伸び盛りなので、気にしないスタイル、いろいろこれからです。そんな上半期、ただただ練習させていただけの生活を終え、7月、試合に全く出していないのに、マルドラドが代表に選ばれます。バレたか、アルゼンチンに。下半期も練習三昧、この辺で、すでにプレイスタイル別練習はほぼ頭打ちとなっている状況でした。となってくると、あとは何を伸ばす？っていうところが気になってきていましたが、焦らなくても成長力が高いゲームなので、間に合わないということはない、そんな過ごし方をしながら。9月3週、そろそろ1年間の練習効果を調べる時期に突入、ということで集計をして、あれこれ言っていきますね。とりあえず、Excel でまとめたものを出してから、伸びしろ関係も触れていきます。そしてあれやこれや考察していきますね。今回の62年目の他に、2年前までのを見くべていきます。60年目はプレイスタイル別練習メイン、61年目はフィジカル系とプレイスタイルなどのピンポイントのスキル練習を取り入れ、今年は足りないところを多めにするという意識を加える、そんな練習法でした。気になるところはいくつかもちろんあります。まずはグラーフとマルドラド、だいぶ完成に近いものが多いので、プレイスタイル別練習はかなり減らしていた、その代わりプレイスキックなど、足りない部分も多く練習。
それにより、一気に2段階レベルアップしていました。高杉は、グラーフとマルドラドより1学年下なので、ようやく今年で追いついてきたという状況、プレイスキックも2段階アップ、スイーパーも2段階上がっております。キースケンスは国内育成2年目なので、全体的に1ランクアップと順調な成長。と、ここまでは順調なお話ですが、一つどうしても気になる部分があります。マルドラドのシュートがワンランクダウンしていたという事件、これはなぜなのか、キャンプはむしろシュート力が上がっている場所ですし、変わったことといえば、代表に選ばれたことくらい、それで下がるんでしょうか。練習させていなかったわけでもないはずだし。まあ、戻ればいいんですけどね。ということでこの件は保留ということで。もう一つのまとめ、こちらは少ないので簡単です。割と強化していたフィジカル、これは全体的にみんな成長していました。フォーメーションは頭打ち感、中央突破はちょっと成長、新たにポジション練習は、高すぎから8997というレベルでした。どこまで育成できているのか、とりあえず、言えることはどこだろうな。シュートがまだワンランク低い、プレイスキック系はだいぶ今回で限界近くに育った。エディット選手は限界値が未知数ですが、グラーフレベルになってほしいという期待、キースケンスはまだ語るところではないという感じでしょうか。フィジカルも限界に近いところまでは来ていそうです。ちょっとわかりにくいですけどね、グラーフのパワーアップ練習が8。競り合いやキック力の限界値が A、ということは、数字に換算すると8になる、もう完璧？限界に近いものもありつつ、スピードだったりスタミナがまだまだ足りないところです。フォーメーションはだいぶ限界に近そう、戦術も同じ、というところ。あとは伸びしろ的な部分を知るために、矢印を見ていきますが、まずキースケンスは伸び盛りなので触れないということでいきます。攻撃的なスキルはもう、伸びしろがあるようには見えないです。キャンプで限界突破するものがあるかもしれないですけど、その辺はおいおいの課題ということでほっときつつ。プレイスタイル別練習は、守備も含めてほぼ伸びない感じ、なので無理にする必要はないくらいになっています。キープのためにたまにやるくらいかな？そもそもやらないと衰えるんだろうか？能力が落ちたものがあるからやらないっていうのもちょっと怖い。あとは高すぎがまだヘディングやパスカットの伸びしろを確認、1レベル上がるとまではいかないかもしれませんけどね。あとはプレイスキック、この伸びしろ、マルドラド、高すぎがまだであるようです。ということで、ここまで育成した感覚ですが、練習によって伸びる能力をしっかり管理していれば、すべて問題なく上がりそう。あとは留学とキャンプの問題。これをもう少しやっていき、さらに伸びるのだろうか？というところです。簡単に練習を済まそうとする場合、今まではプレイスタイル別練習とフォーメーション、戦術の練習メインでしたが、それにプレイスキック、フィジカルの練習などを加えていけばいいかな？ということで今回はここで終了します。キャンプでもう少し伸びるのか、さらに完成度を上げていきながら、育成を続けていきます。ご視聴ありがとうございました。